深呼吸して、吸う、吐く、リラックス。できました?今からするのは、ヘッドマッサージです。アロマの匂い、これ好きですか?梅のお気に入りのやつなんだ。それじゃあ、頭、触っていくからね。優しくしていくから、もっと、強くして欲しかったら、言ってね。じゃあ、触りまーす。先輩の頭っていうか髪触り心地よくてなんかちょっと笑っちゃう。わし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 。最初はこめかみあたり張りやすい筋肉をほぐしていきますよ。先輩、頭の筋肉、張りすぎ。目とか、疲れてるんじゃないですか?ストレスとかさ、あるんです?先輩、ほら、案外。疲れやすいタイプでしょ?いつも顔はのほほんしてるから、みんな気づきにくいけどさ。疲れているときは、休まないとダメですよ。
どうですか？もっと強めの方がいい？はい。後輩使いが荒い先輩ですね。こんなアイドル級美少女の梅にそんな命令するの先輩くらいなんですからね。ちょっとは反省してください。頭だけじゃなくて、耳の周りとか、首の方も、軽く、触っちゃいましょうか？かわいいだけじゃなく、献身的とか、この美少女、強キャラすぎる。これがアニメなら、絶対メインキャラでしょう。薄い本たくさん書かれて、島ができちゃう。またお顔トロトロでいいんですか、先輩？そういう可愛いお顔は彼女とかにしか見せちゃダメだと思いますけど、梅にそんな顔見せちゃっていいんですか？
そろそろ梅の魅力にメロメロになってきたんじゃないですか？胸キュンですか？ガチ恋ですか？ああ、そうですか。梅、釣った魚に餌はやらないタイプなんです。それでも大丈夫なら。思う存分、梅と、シュキシュキ、ガチ恋勢になっちゃってもいいですよ。マッサージおしまい。先輩、眠そう。別に、このまま寝ちゃってもいいんですよ。膝枕ぐらいなら貸してあげるし。って、やば。もうこんな時間？物質の鍵返さなきゃ。でも、まだ先輩を梅の虜にできてないし。あ、そうだ。先輩？これから、梅の部屋、遊びに来ますか？今日は、両親、いないんで。